皆さん、こんにちは。これまで独身貴族と呼ばれ続けるも、そのルックスと毒舌ながらもどこか柔らかい雰囲気で、女性からの好感度が高く、テレビで見ない日の方が少ないと思わせるほどの人気アナ、安住紳一郎アナウンサーが2024年の年明けに結婚のご報告をされ話題になっています。しかもそのお相手が元芸能人で、お名前も安住アナご本人が公表されました。今回はその気になるお相手についてまとめてまいりました。最後までご視聴よろしくお願いします。過去にかなりのビッグネームとの交際説が複数浮上していた安住アナ、結婚間近と言われながらも50歳まで独身を貫かれていました。毒舌キャラながらもどこか憎めない、バラエティでも人気のアナウンサーさんですね。現在年収も1億を超えていると言われているそうで、相当モテてこられたのではないかと思います。安住アナのこれまでについて調べていくと、安住アナ離婚というワードがよくヒットしましたが、同じアナウンサーの羽鳥慎一さんの離婚報道、桝太一さんの奥さんが共済で離婚しないことが話題となった時に、人気男性アナウンサーという言葉で安住さんと勘違いされたことが大きな原因のようでしたが、安住アナは今回が初婚で間違いありません。さらに安住アナは結婚願望がないと公表されているという情報もありましたが、ご本人が公言された過去もないようで、逆にラジオ等では結婚し家庭を持ちたいと口にしていらっしゃいました。しかし職業柄なかなか自由にできる時間がないのも事実。過去噂になった女性は複数人いましたが、正式な交際結婚の報告をされた方は今回のご結婚相手が初めてのようでした。現在二宮和也さんの奥様で元アナウンサーの方や、有名どころでいくと女優の米倉涼子さんや吉田羊さんとも噂になったこともあったようで、どの方を見ても美人な方ばかりです。そのそうそうたる方々と並んでいるところを想像されても、安住さんなら全然あってもおかしくないと思えてしまうくらい、令和の芸能業界の中でも指折りのアナウンサーですよね。過去には黒木明沙さんにの年下女性が4年付き合っていたと、そして安住さんとの過去の交際について暴露されたことも。しかし暴露した内容は普通のカップルらしい話ばかりで、安住さんの好感度を上げるだけで、暴露されたことを同情する反応が多かったようです。ダメージを受けない安住さんの好感度はさすが。ただこんなことされると女性とのお付き合いに慎重になりますよね。ですが安住アナは結婚が難しいのではと言われてしまう大きな理由があり、昔からよく取り沙汰されていました。それは自分ルールが細かくて厳しいという点、安住アナご本人も公言されています。ご紹介すると、テレビ番組を録画する際は番組開始前のコマーシャル3つ入れるというもので、一般人にはなかなか理解ができない職業柄、過去にこのルールで別れた相手もいたそうです。どうしてもそういったルールが譲れないご様子、細かすぎるルールでお相手に負担をかけてしまうと思われていたのでしょうね。しかしそんな安住アナも50歳にしてとうとう嬉しい報告、一生忘れない大晦日になりそうです。多忙な安住アナのドキドキ結婚報告です。昨年2月の取材で結婚予定について、多分結婚するんですよ、予定はないんですけど、でもするってのは決めているんです、結婚はする、結婚はする、結婚はすると自分に言い聞かせるように3度繰り返しインタビューに答える安住アナ、宣言通りついに身を固める決意をされたのでした。気になる結婚相手について、現在は一般の方で、以前タレント活動をしていました。年齢は38歳です。妊娠はしておらず、現在は同居していないそう。地元が同じ北海道で、出会いは15年ほど前だそう。羽田空港でお弁当を長時間物色している女性がいて、面白い人だなぁと思って声をかけたのが知り合うきっかけでした。当時は札幌で仕事をしていて、その後東京に出てきてタレント活動。安住アナといえば20代から人気アナの地位を確立、仕事一筋で誰が見ても超多忙な日々を送っておられました。番組でお見合い企画が放送されるほど国民の注目は高かったが、50歳まで
独身を貫いていましたね。天気は21年10月スタートのザタイム MC 就任、月曜から木曜のスタジオ出演で規則正しい生活になり、お互いの時間が増えたとのこと。今は生活のフォローをしてくれることが嬉しいですと語っておられました。結婚相手はすでに芸能界を引退した一般人。そのお相手について、食に興味があり、メニュー選びが楽です。ラジオが好きで、空気階段のファンだそうですと語り、美食家、ラジオパーソナリティとして、人気の安住アナとも相性も抜群そうですね。ネットの時代で確実に特定されるので、先に言っておきます。でも、新掘りしないでくださいね。名前は、西島まどかさんですと安住アナらしい言い回しでお相手をご報告してくださいました。その西島さんとはどんな方なのか、お名前でピンときた方もいらっしゃるかもしれませんが、西島さんについてご紹介します。1985年8月16日生まれで現在38歳、北海道のご出身です。子供の頃キッズモデルをしており、地元札幌の百貨店のチラシやパンフレットにも2007年に宝くじ幸運の女神の一人に選ばれたことで芸能界入り。ちなみに西島まどかさんは2008年にテレビのお仕事の傍ら、都内のマッサージ店で受付のアルバイトをしていた頃があるようです。その時にチュートリアルの徳井よしみさんが西島まどかさんを見かけて可愛いと思ったんだとか。2009年1月放送の日本テレビ系しゃべくり7の得意の一番気になるあの娘とご対面という企画でスタジオに登場しています。その出演をきっかけに一躍人気者に。しかしそんな人気も長くは続かず、フリーアナウンサーとして活動する傍ら、ベアハグという赤坂や渋谷にあるマッサージ店で受付の仕事を続けていました。2014年から約7年8ヶ月間もの間 BS、TBS の夕焼け酒場に出演するなど露出が増えていきました。また競馬関係の仕事が大半を占める時期があったそうです。2013年7月からフリーアナウンサーとして生島企画室に所属されていましたが、2021年12月末をもって全ての芸能活動から離れることを表明。当時具体的な引退理由を明かさずの引退だったことから、ファンの方々も困惑されていたようで、この頃すでに結婚の可能性が最重視されています。ただお相手が誰かまでは出回っておらず、安住アナとの結婚を視野に入れた準備段階だったのかもしれませんね。同時期に西島さんの SNS アカウントも全て削除され、その後の西島さんの現状を発信するものが何もなくなったこともあり、心配の声も少なからず上がっていたようですが、自分ルールを重んじる安住アナの奥様になるための準備の一つだったのかもしれません。そんなお二人の結婚報告にネット上では、西島まどかさんが出演していたたやけ酒場、毎週土曜日見ていました。行った先々の酒場のことを事細かくノートに記していて、番組内であった交番芸能界は引退という話も、こんなに熱心に仕事に取り組んでいたのにもったいないと思った記憶があります。安住さんとのご結婚予定での引退だったのなら、これでようやく納得できました。お二人とも末永くお幸せに、おめでとうございます。西島まどかさん、夕焼け酒場辞められたので残念に思っていました。すごく良い方なので、何で辞められたのかなと思っても、結婚するのでしたらすごく良かったです。きっと幸せに必ずなると思います。よかったですといったお二人を祝福するコメントであふれて、この時期は訃報も立て続けに起き、芸能界の中でハッピーになるような報告の方が少なかった2023年でしたが、このお二人の報告からマイナスなニュースが少なくなっていけばと思います。末永くお幸せに。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。